皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今夜もスタディオパレーのお時間やってまいりました。動物を飼う豚さんもう一匹、トリュフできればもうちょっと欲しいし、それに大人になるまでちょっと時間かかるかもな。こちらにミルドちゃん、このままで OK、 ミルドちゃんをね送ったと。で、動物ねもう一匹、アヒル飼おうかな。今1匹しかいないよね。ウサギはまあ別にそこまで過ぎじゃないし、ヤギは3匹いる。羊もウールだけだからね。まあアヒルもう1匹飼いましょう。アヒルの作ったマヨネーズ、あの卵から作るマヨネーズって結構高く売れるからさ。アヒルのソラちゃん、ありがとうソラちゃんね。もう1匹ぐらい飼えるかな。どうしようかな、飼っちゃうかな。ニワトリじゃない、アヒルが今2匹か3匹ぐらいいると安心できるけど、4000だもんね。買っちゃうかな。ヤギは3匹いるし、まあ羊はそこまで急ぎじゃない、ウサギも、まあ豚だよね、いればいいとは思うけど、アヒルちゃん、まあお金のある時にちょっと先行投資しとこう。で、あとはねちょっとその季節変わる前に桃の木か、あ、ミルド、あれミルドちゃんって言ったよね。じゃあミルちゃんにしよう、ミルちゃん、よし OK。 で、今週のマーニーへのプレゼントリセットされてるもんね。で、プレゼント渡せるものがね、まあワインかな、ワインにしてみようか。どうぞマーニー、ありがとう、いいよ、どういたしまして。で、まあ、ピエールさんとこ行きたかったけどちょっと行けないかな。あのせっかくここまで来たからさ、ぼったくりの人に挨拶しとこう。まだ牧草に関しては明日でも間に合いそうだしね。あ、リアがいる。あ、すごい、これあれだよね、なんか高品質のもの取れるようにしたおかげだよね、きっとよく取れるよね。この色のやつ初めて、よかった。ディアさんはちょうどこういうの欲しかったんだ、ありがとうと。あ、ブクブクポイントだ、あのとこに。ちょっと待って、ブクブク届くかな。あ、届きそう、いけそうなポイントだ。あ、ダメか、ここじゃないんだ、こっちかな。はっ、届かないか、惜しいな、あのブクブクポイント。じゃあこれ1匹だけ釣ったらにする。ゴミ、残念だな、もうちょっといいポイントだったらね釣れたんだけどって感じか。さて今日はライスプディング、あ、ハリセンボン売ってるんだね。ナス、洞窟人参、ナスもね、種がなければ多分こういうところでねぼったくりだけど買うしかない。あ、おひょうが売ってる。あれ、おひょうってこれどうだったっけ、持ってたかな、釣った覚えがあったようななかったようなみたいな。あ、地球儀、あ、珍しい種だ、一応買っとこう。地球儀か、これもちょっと一応コレクション用に、おひょう一応持っとこう、ストック用に。そうだ、今日は珍しくこっちも行ってみよう。もう今日この時間だとピエールさんとこ行けないから、まあ、このままねちょっとここのところ行って、たまには片息とかスライムもちょっと倒そっか。そうしようっと。あ、スライムいる。なんか今日薄暗いな、気のせいじゃないよね。なんかもうちょっといつも明るいイメージなんだけど。あ、痛い痛い、あ、間違えた、釣りにしちゃった。まあね、固い木もこうやってちょろちょろ取っとくとね、あのいざクラフトするときがね、そうそう、固い木たまにすごい必要になったりするときあるんだよね。ただ持ってないとね作れないからって、これ悲しみしかないけど、ひとまずスライムもう一匹、樹液もいただいて、ね、このスライムが意外と、あ、ブクブクだ、珍しいね。まあ、でもここって固定なんだよね、釣れるもの。季節って関係なかったような気がしたけど、どうだったかな。冬とかさ、秋ぐらいからしか、あ、木登りをね、そう、ここは木登りを固定なんだよね。まあ木登りをって感じかな。よし、さあどうかな、木登りを。で、一応ね、レベルに関して、あー、釣りだけ足りないんだ、あとは全部もう10なんだね。だからね、釣りが、あ、釣りがちょっと足りないから、まあちょろちょろ釣りっていう感じ。あ、
ここは木登り用。でも木登り用って確か高く売れたような気がするんだが、どうだったかな。木登り用、もうちょっとだけ釣りしよう。何匹ぐらいいける。明日はピエールさん家で、ピエールさんとこで、まあ牧草を買うっていう感じにしようか。うん、ほい。まあ鯉と木登り魚って感じだね、ここ。幻の魚に関しても多分なんかこう、この場所もいるかもだよね。あ、ちょっと待って、鯉だね、きっとこれ。幻の魚はね、一回釣ったけど魚マークが違ったもんね。あ、いいねこれ。あ、やべ、アイテムいっぱいだ。もうやめとこ、アイテムいっぱいだよし、じゃあ一旦、なんかここ採取品もあるかと思ったけど特にないね。下は特にいいかな。もう行っちゃおうと、帰っちゃおうと。で、あ、スライムが出てきた。まあいっか、公民館に急ごっか。そうそう、公民館のねバンドルをちょっとコンプリートしようと思ってたんだよ。うん、アイテムいっぱいだしな。まああとは住民の人とかに会ったらちょっとプレゼント渡すって方向か。あ、そうだ、あと今週のペニーへのプレゼント、今週リセットされたからペニーに持っていかなくっちゃ。一応ダイヤモンド持ってるからね。と軽くゴミも漁って、あ、どんぐりか。そっか、今持てないんだ。あ、ふやけた全部いらない、どんぐりにしちゃおう。うん、これをいただきと。そうだそうだ、アイテムいっぱいだった。でペニーが8時までは部屋入れるからギリギリ間に合いそう。いや、馬に乗ってるから間に合うのは助かるね。いる、ペニー。あ、寝てる、ペニー。早くない、寝るの。え、これ寝室入っていいのかな。寝てる、起きてる、 何してんのペニー。ありがとう、これ大好きなの。一緒に入っちゃったいや、綺麗にしようとすると頑張ってるけど、あー、めちゃめちゃなっちゃうってね。そうだね。で、無理やり渡したペニーへの好感度上がってる、すごい。あとハート1個かな。うん、なんか上んところのね、ハートマーク2つは潰れちゃってるからあれだけど、意外とエミリーも来てるね。意外だったな。よし、さて、ひとまずね、渡したかったペニーへのプレゼント渡したから、まああとはね、ちょっとここら辺にいる酒場の人たちかな。あ、ゴミだ。あ、1個しか、そうだ、持てないんだ。先に渡さないと。そうだな、クリント、たまには渡そう。面白いプレゼントありがとうと。うん、いいよ。今日人少ないね、あんまり来てない。やるじゃないか若いの、ありがとうよと。うん、あと他はね、そうだな、まあビールたくさんあるから、まあビールかな。うん、まあガスもビール喜びそう。おう、ありがとう、もらっていいのか。うん、いいよ、エミリーもどうぞ。ありがとう、このプレゼントからポジティブなエネルギーを感じるよと。どういたしましてという感じで、まあ、一旦ここいる方はあげたね。こっちは特にいないか。じゃあ、公民館のバンドルコンプリートしに行こうか。コンプリートというか、あのあれだね、友達のバンドルになるのかな、のガスのバンドルかな、だったかな。うん、巻き寿司とトリュフがあればっていう感じだったんだよ。でラッパ推薦いただいて、さてやってきました。で掲示板のバンドルになるからここだね。もうちょっとだね本当。で料理人、うん、そうそう、ここで巻き寿司と、そうそう、巻き寿司とトリュフが取れればなって感じだったんだよね。でトリュフと、うん、これで友情アップと。ギフトセット、お楽しみギフトセットは、あ、ピンクケーキ、え、すごいじゃんこれね。こんなのあるんだ、覚えるのかなそのうち。しかも3つ、これありがたい。であとは染め物だけど、アヒルの羽はあるけど赤キャベツがない、紫キャベツだったかな。で魔術師の方はウサギのね足がないと。うん、まあそれが揃えば一応掲示板は終わりと。あとはまあ水槽のバンドルが問題になってくるけど、もうぼったくりの人からね買っちゃおうかなって計画にしてるから。そして、どうしようかな、まだちょっと時間あるか。一回牧場の方に戻って、まあ、アイテム整理とかちょっとしちゃおうか。うん、意外と今日時間なかったね。あ、そっか、あれしてたから、あのアイテム整理してたから、そのせいか、行ったり来たりしてたから。そうだそうだ、タンポポいただき。
まあね、あそこ行きたいけどね、あのカリコ砂漠ね、できれば。時間がないといけないからな。特に今だとね、畑、あ、ニョニョロだ。掘れるかな。あー、いっぱいか。なんか捨てるかな。これいらないな。歯磨き棒。うん。まあ、ちょっと銅の方が良さそうだから。捨てちゃってと。ギュンタイの寄贈品一回渡してるんだったら特にいらないもんね。で、いらないもの、いらないものと。木登り魚を来い。うん。すごいね。本当にいいやつしか取れないね。うん。これ助かるわ。で、ちょっとアイテム整理しちゃおうと。採取品がね、これ、またボックスいっぱいになっちゃいそうだけど。ね、新しいこれ、レア度の高いもの手に入れたから。で、金が最高かと思ったけど、なんか紫色が最高みたいね、これ。いや、助かるわ。で、そうそう、新しく種をね、購入したから1個ね。あ、おひょう、おひょう。まずはこちらに入れちゃって、おひょうは、あ、いる。2匹いる。でも金だね。一応通常おひょうも入れてと。うん。で、ダイヤモンドができてる。ありがたいね。これね、ほんとダイヤがね、一番取りづらい鉱石なんだけど、いや、できてるのは助かる。さて、そして、マヨネーズとかチーズもいただいてと。ここら辺はね、ちょっとちゃっちゃと打っちゃう。なんか表示されてるな。なんかの更新とかが来てたのかな。ひとまず取ってと。うん。で、あとしまえるところ、樹液、固い木と、どんぐり。まあ、植えちゃうかな、どんぐり。そうだね。で、ゴミを入れてと。うん。まあ、このままキノコ取りに行っても一応、スロットの空きあるから大丈夫かな。じゃあ、先にキノコと。あ、こんなとこにもトリュフ。わかりづらいとこに、ブタさんがトリュフ置いといてくれたんだ。ありがたい。そうそう、動物がね、増えたから。いやー、楽しみだな。アヒルがね、これで3匹か。うん。だからもっといいものがね、取れるかもって。しかもこれトリュフ。いいやつじゃん。いいトリュフ取れたんだ。ちょっと一応入れとこう。うん、ストック用に。で、あとはまあ布か。これで6個になったね。あとはまあちょっと売っちゃって関係のものがちょいちょいあるね。じゃあちょっと先売っちゃおうっと。よいしょっと。売り物、売り物。ここだね。今日は紫キノコはストックに取っておく。これいらない、売っちゃおうと。うん、編みがさ竹もある。クラフトに必要だから取っとこうっと。なんだかんだでアイテムボックスっていうか、これチェストボックス結構圧迫してきちゃったね。意外だったな。これね、もうちょっとね、3つになればだいぶ余裕だろうと思ったけど、そんな余裕なくなってきちゃってる。そしてどんぐりに関しては、ここら辺か。うん、だいぶね、場所空いてるから。植えちゃおうと。あ、12時だ。まあ、そろそろね、休みましょうか。今日はもう一日頑張った。で、あとはしまうところ。あ、スライム、スライム。そうね、今日は珍しくスライムを倒しに行ったし。さて、そしてあとはキノコ類をこちらにしまってと。キノコね。すごいね、これ。紫キノコ、編みガスだけの一番いいやつ。いただいて、あとは卵か。一応ストック用にって思ったけど、入れてなかったね、ここに。そうね、ストック用。入れて、あとは料理もね、冷蔵庫にしまうでしょ。って感じで大丈夫かな。ここね。いいよね。一個チェストボックスが作らなくてもね、入れられるっていうのは本当助かる。そしてさらに、家具ね。うん、まあそのうち飾るとは思うけど、今の段階はまだいいかなってところ。さあ今日はね、ゆっくり休みましょう。さあ春の7日目と。そろそろね、収穫品ができるかもってとこだな。そして今回の農業、ケールがまあまあ数が揃えばちょっとお金になるって感じか。まあでも安いよね。うん、で釣り、まあ木登り用がほんのちょっと高めと。うん、まあ、5300円いただき。さあ、次の日へ。そろそろ今日あたり作物の収穫、いけそうな気がする。
さあ日課の天気予報、嵐が近づいてる、雷雨か、準備しなくちゃ。あれ全力であなたの邪魔を従っていると、そして自然と暮らそう。家にキッチンはついてるかい？料理は自分の能力を上げるのにとっても役立つよ。疲れを回復してくれるだけじゃない、一部の料理は一時的にスキルやスピードなどの能力をアップさせてくれるんだ。美味しい話だろ。そうだね、だからね、家のアップグレードも大事なんだよね。今日はまだ収穫できないか、残念。さあじゃあまずね、水やり、新しくまた種も買ってこないとな。そこ収穫できるね。じゃがいもの種が2つだけか。まああと植えられるところって言ったら、まあ詰め合わせ種か、ちょっと持っておこうか。詰め合わせ種も確かにちょっとね、植えてもいいかなと思ってたから、ひとまず、ここねいただいてと、うん、で、ケールケールと、今日はもうケールが取れるからね、ありがたくいただいて、でじゃがいも、うん、じゃがいもと、そしてあとはまあ詰め合わせセットをちょっとここら辺パパッと植えちゃおうか。そうだね、まあ空いてるしもったいないね、植えないと。まあ新しい種もちょっと買ってくる方向で、明日ももしかしたらなんか新しいものがねこう植えられるかもしれない、収穫時期が来て。うん、ここら辺もねチューリップ大量に植えといたからね、ありがたい。で、ここら辺は詰め合わせセットの種と、うん、まあこれぐらいかな。あとはじゃあ通常のなんかこう種買ってきて植えちゃおうか。そうだね、だいぶ空きがあるもんね。で今日に関してね、どうしようかな、まあ、まだなんか収穫できない、8日だったかな、結構かかるんだったか、取れないみたいで、ちょっと残念だね。まず、こちらお水をあげてと、うん、さあそしてね、新しい動物ちゃんたちが増えてるから牧草をもっとたくさん買ってこないと、うん、牧草がだいぶなくてね、もう食べ尽くされてたんだよ確か。あ、これ違う色のチューリップだ、これも入れとこう、金のチューリップ、うん、だいぶねコンプリートしてるね、色付きチューリップとかもね。でブルージャズ、うん、ブルージャズ、金は取れなかったようだね、ブルージャズで。少しだけねチューリップストックしておこうか、うん、このピンク色ストックしとこう、あこれもだ、うん、まあ、赤も入れとこう、なんかプレゼントに使うことあるかも、この色のチューリップ、あ入れてなかった、コレクション用に入れとこう結構入れちゃってるけど、まあいっか、これぐらいでいっか。そうだね、あと金ピンク入れてあるもんね。でケールだな、ケールも一応料理に使うから、まあ、通常ケールだけはしまって、あとは売っちゃおうと。そうしよう、そうしよう。ということで、チューリップどうかな、少しはお金になるかな、これで、うん、まあまあね入れられたと。あとはねこの季節だと一番高く売れるのはね、カリフラワーか、カリフラワーもう少ししたら取れるかもなってところだよね。そしてしっかり今日もさくらんぼとアプリコットしまって、あー石炭いらないな、手持ちこんないらない、石炭しまっとこ、うん、あとは女性の住民の方々へのプレゼントね、そうそう昨日持ってなかったから、なんかお酒関係渡しちゃった、エメラルドいっぱい持ってる、じゃあエメラルド、まあ、10個ぐらい持っとけば余裕そうだね。あそうだ、猫ちゃんへの水、ごめんね猫ちゃん、どうぞ猫ちゃん、お水しかいつもあげてなくて、なんかどっかでご飯取ってんのかな猫ちゃん。さあ牧草がねだいぶなくなってきてる、これ家畜さんたちが多いはずなので、まあ今日はねすぐにでもピエール雑貨店、忘れないうちにねピエールさんのとこ行って、まあ、餌になるね牧草をちょっと回収してこないといけないと。あひよこもね、うん、そうそうアヒルをね2匹買ったから、そうそう増えてるはず。あこの子完全取れないのかな、心ちゃん、ちょっと待って動き回ってるせいかな、今日は取れないのかな心ちゃんは、ちょっと待ってね、ちょっと順番に挨拶しよう、もう誰に挨拶したか分かんなくなるから、
動物がこんなに増えたからね。最初の頃ってこんな感じじゃなかったからね。いやこれ豚さんね、そうそう。でヤギちゃんでしょ。あとは挨拶したか。でそこの牛さんに挨拶してないから挨拶してと。うん。いやーここら辺も草がない。牧草が全然ない。早いとこだね本当。でここら辺はねだいぶ木の方を成長させているので、まあこのままでよくってと。うん。牧草、あここにほんのちょっとしかないや。みんなお腹空いてそうだからな。はいとこピエルさんとこ行って買ってこよう。あボロネギだ。こんなとこにボロネギ、アミガサだけいただき。であとはもうみんなに挨拶した後だよね。うん。で温室は収穫はできないか。温室って結構時間かかるかもね。あとは季節関係なくなんか入れちゃってるのとか大丈夫かが心配だな。で収穫品ね、あポロネギは隣かな。ポロネギポロネギポロネギ入れて、採取品はここだけかな。であとはいらないところね。うん、まあ一旦ここも入れちゃって、あとはチーズマヨネーズをねちゃちゃと作っちゃおうと。チーズマヨネーズと。であ卵取ってないや。まあいいか、牧草買ってからにしよう。早いとこしないとお腹空いちゃうわ。もうもう腹ペコだと思うけど、やっぱ動物が増えると牧草も結構買って植えとかないとなくなっちゃうな。さあちょっと馬を走らせてね、急いで取りに行こう。ただねここ結構難易度高くなってんだよね今。木の苗木みたいなのがいっぱいねあそこあるからさ通れなくなってるんだよね。できれば木もね成長するところまでしてから回収したいから、ちょっと放置かなしばらくは。さあやってまいりました。今日浜辺の方行ってもいいかもな。ああちょっと待って、前に今週プレゼント送ったっけ。あと1回ぐらい行けるか。どうぞ。あちょっと待って、どうぞ。今週は2つ送ったと。うんありがとうと。あリアだ。リアは宝石あんまり得意じゃないかね。わあすごく気に入っちゃった、ありがとう。いいよどういたしまして。そしてお手伝いジョージ、ルビーか。750円は結構おいしいお使いだね。ん？最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。